はい、鬼メンタル国坊です。今日も動画見ていただきまして本当にありがとうございます。この動画はですね、この中年の私がこの秋に宅建と行政書士の試験に挑戦しますよということで、その勉強の流れ過程を毎日配信して見ていただきながらですね、私でもできるやんということで皆さんが元気になればいいなと思いまして毎日配信させていただいております。でですね、その中で昨日もお伝えさせていただいた通り、私ちょっと今焦ってます。迷ってます。この勉強および受験はもちろんやめないんですけれども、焦ってます、迷ってますっていうのは、宅建の試験は10月、行政書士は11月、で今6月半ばでもう残り 4、5 ヶ月しかないということの焦りです。で昨日大手本屋さんに行ったのも良かったのかまずかったのかなんですけども、新しい本とかいろんな参考書をバーってやってですね、もうあれもやらないとこれもやりたいなっていう気になってですね、ちょっと余計テンションがちょっとおかしくなってる状況でやってます。でもう一つはですね、この足物加護文集という行政書士受験生の中の必須のアイテム、これとりあえず終わりました。今日6月14日でとりあえず1回目終わりました。かかった時間は約2週間、2週間で1回やりました。これも早いのか遅いのかなんですけれども、でこれを軸に何回か回していくっていうのが定説になってるんですけども、そこでの次の舵取りで迷ってるっていったところです。私鬼メンタル、こう昭和式ガリガリやる、なんて言ったらいいですか、ブラック企業をもう大歓迎みたいな感じで、とりあえずやるんだというと走り出してるタイプなんですけども、さすがにですね、さっき言った通り 4、5 ヶ月のしかないってなった時に、さてどうやっていこうかなっていうところの迷いなんですけれども、で具体的にごめんなさい、今日もまだプリンター絶賛壊れてるんで手書きなんですけども、何が迷いなのかちょっと中ピックアップしてみたんです。迷いというか、これからの勉強のやり方ですね。で宅建の方は、結論なんとかというところで、例えば今過去問3週目で、こっちもたまにガリガリ回してるんですけど、この土日でやりました。平成21年分は50点分中33点、平成20年分は50点分中35点かで、この年は33点がクリアの年なんで、一応はクリアしてるのかなということで、引き続きこれは定期的にやっていけばいいのかな、プラス、タックの予想問題っていうのが昨日本屋さんに発売されていたんですね。全3回分ぐらい予想問題が入ってて、最新の問題であるということなんで、これ7月ぐらいにやって、定期的にこのもやって、で10月試験前、本番前にですね、公開模試っていうのは多分1回あると思うので、それ行ってですね、こういうなんでちょっと新しい知識とかも入れながらですね、例えばこの何だったかな、2、3年前でできたんですよ、その空き家も多いから、空き家の調査に対するのにもちょっと調査費とかお金出しますよとか、そういった新しいところを知らないので、こういうので肉付けしていっていけば、いけるかなっていうところで、ちょっと淡い期待なんかも込めながら、ここは諦めずに行こうと、ちょっとこっちは固まりつつあるんですけど、問題はこの行政書士、行政書士がかなり悩んでるところです。例えばこの足別過去問集2週間で1回やりましたよっていうことで、残り日数5ヶ月ぐらいと考えると、あと10週ぐらい、2週間で1回ということだと10週ぐらいっていうのが現実値かなと思います。土日および大型連休とかで進捗早けりゃ、サラリーマンなんで、この時間が取れないので、その理由のプラマイ、ゼロということで、10週ぐらいが現実値、これが多いのか私にとって少ないのかもあるんですけれども、迷いその1はですね、この足別をまた今日から明日からずっと続けるかなと思いきや、ここにも書いたんですけども、テキストの読み込みをですね、もう一回ちょっと挟みたいかなと。
これ、むちゃくちゃ迷ってましてですね、もちろんこっちの読み込みをするとこっちの進捗がさっき10回って言ったけど、で落ちます、落ちます、落ちるけど、テキストの読み込みももう一回きちんとしたいっていう気持ちがありまして、っていうのはこれに今回入る前にですね、苦手というか、まあ、全然あんまり知らない行政法っていうのをもう一回だけ、テキストで丁寧に読み込んでからやったらですね、なかなかですね、こっちの理解もあったんですね、うん、で、まあ、プラス民法なんかも私素地があるから やってましたと。で、少なめに言って、まあ、6割かもうちょっとは全然、丸×の中で丸が多かったと思うんですよ、うん、で、そういった民法とかもですね、それただそれ以上にですね、まあ、例えば差害行為とか、包括相続人だったかなとか、そういうワードとか聞かれてもまだ知らないことがあるっていうことで、もう一回丁寧にこっち読んで、やってもいいのかな、進捗が遅くなるなっていうところの今ちょっと分かれ道になってて、ここ非常に迷ってます。正しい自分で何とかしなければいけないので、こっちの問題集を取るのか、こっちのテキストをもう一回、ある単元だけでも読み込んで丁寧にやるのか、ちょっと迷ってます。まあ定説はこっちのね、問題集をガリガリ回していくことだとは思うんですけれども、でもう一つちらっと迷ってるのはですね、この、レックさんの模試パックって書いたんですけども、私その直前に公開模試なんかはさっき宅建で言った通り受けようと思うんです。っていうのは、まあ雰囲気になれるとか、最新の問題とか添削していただけるとか、まあそっちの方なんですけども、レックさんは、7月からスタート早くして全6回ぐらい模試っていうのをやられるみたいなんで、まあ1万7000円ぐらいで、まあこの6回分できますよっていうパックがなんかあるらしくて、それを私まあまだ早いかなと思うんですけども、ただこの時期だからこそどんどんチャレンジしていてもいいんじゃないかなという、ここの迷いはありますね。まあ行政書士の試験も、1年に1回ワンチャンなんで、それをものにするためにですね、まあお金も1万7000円ぐらいかかるのかな、まあお金もさることながらですね、まあこう添削していただけるチャンスとかにトライしてみるのもどうかなと思って、こちらも迷ってます。ということで今日お話ししたかったのは、まあ宅建の方はこんな感じで、やっていきますよと、新しいのもどんどん取り入れつつですね、残り4ヶ月間やっていきますと。問題はこの行政書士あと5ヶ月間ぐらいしかない中でですね、足別過去問集をやっていきますなんですけれども、テキストの方も今一度丁寧に読み込んでいきたいなと思いまして、ここをちょっと時間の使い方が本当肝になるかなと思いまして、今日は動画配信終えたいと思います。頑張っていきましょう。